綺麗な髪飾りが売ってたわ。めぐみんに買っていってあげたら喜ぶかも。へいらっしゃい。とっておきの大江戸シュワシュワ楽しんでいきなさいな。行きでいなせね。主さん、今日はわっちとごゆるりと。これはどんなプレイなんだ。わっちも行きますえ。不死鳥のようによみがえり、輪廻の果てにたどり着きしは最強です。華麗に復活。このスバ、誰か大江戸の町じゃ侍には誰も逆らえねえんだ。叫んだところで誰も来やしねえ。 あのそこの方、どうかお助けください。俺ですか。てか受付のお姉さん。受付、私はオルナです。どうかお助けを。なんでおめえさんは。どうなってんだ、こんなのまるで時代劇みたいな。いやいやいや、シャシャに出てきておいて、この俺のことを無視するなってんだ。ただじゃおかねえぞ。ちょ、やめてくださいバインド。男に絡みついた。何しやがる、この妖術使いめ。妖術、スキルがわからないのか。お姉さん、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、いいですか。ったく、なんだってこんなことになってんだ。ちょっと前まではオートでアイリスたちと。うちだけの集まりにもこんないいシュワシュワを出してくれるなんて、王族はさすがよね。アクア様、おかわりはいかがですか。ありがとう。夏…松…魔剣の人、ミツルギです。あんなに世話焼いてるのに、あいつも報われないよな。まあ、本人は楽しそうだし、いいんじゃないかな。それより、よかったの？私たちまで呼んでもらって。アイリス様たってのご希望だからな。いろいろな冒険者の話を聞いてみたいと。ダクネス、この料理を持って帰りたいのですが、どこかでお弁当箱をもらえないでしょうか。やめて、メグミ。さすがにお城の食事を持って帰るのは気が引けるというか。それより、アイリス様は？皆様、お待たせしてしまい申し訳ありません。少し予定外のことがありまして。おう、アイリス。予定外のことって大丈夫なのか？実は、城の倉庫から妙なものが見つかったのです。何？そのピンク色の巻物、魔道具かしら？書いてある文字が日本語に見えるんだが、嫌な予感。中はまだ見ていません。せっかくなので、皆様と一緒に確かめてみようかと思いまして。ちょっと貸してください。城の奥深くに封印されし桃色の巻物、これはまさしくロマンの気配がしますよ。おいおい、勝手に広げるな。危ないかもしれないし、慎重に。だから慎重にって言っただろうが。メガんで、気づいたらこんな格好で一人江戸っぽい場所にいたんだもんな。
さっきのオルナさんの話だと大江戸の町だっけか。他のみんなもこっちに来てんのか。だとしたら一体どこに。いらっしゃいいらっしゃい、おいしいお団子売ってるわよ。そこのお兄さん食べていきなさいな。そういや腹減ったな。一つください。はい、一名様ご案内。で、カズマじゃない、こんなとこで何してんのよ。アクア、なんで普通に働いてんだよ。しょうがないでしょ、人手が足りなくて困ってるって店の旦那さんに頼まれちゃったんだから。それに生活費も必要だし。相変わらずすごい順応力だな。俺お前のそういうところ尊敬するわ。素直に褒めるなんてカズマらしくないわね。まあ私の凄さが分かったならもっと褒めてチヤホヤしても。でアクアが来てるってことは他のやつらも来てるってことだよな。よし探しに行くぞ。え、まだバイトの途中なのに投げ出すなんて女神として許されない。やめて、引っ張らないで。このスマ、やっぱあの変な巻物のせいだよな。日本語が書いてあったみたいだし、中に引き込まれたとかそういう流れか。まあ私とカズマもこうして会えたわけだし、適当に歩いてたらそのうちみんなにも会えるわよ。ないい加減な。元の世界に戻るにしても全員一緒じゃないとややこしくなりそうだし、早いとこ見つけて。ん？見ねえ顔だな。新入りか？あ、あんたは！ようこそ大江戸の町へ。この町のことなら何でも俺に聞きな。お前までいんのかよ！本当に何なんだここは。カズマ、この人に失礼なこと言っちゃダメよ。さっき私がバイトしてたお団子屋の旦那さんなんだから。すごく人気の店で支店もいっぱいあるの。この人もみんなに慕われてて、この町の顔役なんですって。へえ。あ、それならおっさん、ちょっと聞きたいことがある。眼帯をつけた小さい娘とか金髪の美女に心当たりはないか。そいつはおてんと様に聞いてくれ。お前が笑いかけるや、おてんと様も笑ってくれら。じゃあな。おい待てよ。言っちゃったか。町のことなら何でも聞けって言ってたのに。旦那さんはお店もあるし忙しいの。ここは私たちで頑張るしかないわね。つっても手がかりすらないんじゃ。底辺だ底辺だ。町外れで眼帯をつけた卑劣な名前の娘が暴れてるぞ。うん、合いそうだな。てやんでい。私のようなかっこいい剣豪を捕まえてなんか違うななどと言ったのはどういう了見でい。いや大官様の好みの体つきではないなと思ったから違うなと。あそこでちょんまげの人と揉めてるのって服が違うから分かりにくいけど、きっとそうよね。どこだろうがトラブルを起こさないと満足しない星のもとに生まれてんのか。とにかくそなたのような小アッパには用はないでござる。さっさとどこかに。カッチーン。そちらから声をかけてきたくせに無礼にも程がある。そもそもおめえのような変な髪型の男に見た目について言われたくねえってんだ。売られた喧嘩は買うのがコウマ流。タオフン。ドハー。やめろ。その手を離せ。首が締まる。どこにいてもメグミンはメグミンって感じね。言葉遣いがちょっと変になってるけど。仲間だと思われると面倒くさいことになりそうだし、俺たちはおとなしくしてよう。えい、野獣馬たちも少しはこっちに貸せよって。あれ、そこにいるのはカズマとアクアじゃねえか。へえ、ちょうどよかったぜ。一丁この無礼な男をぶちのめしてやろうじゃねえか。ちょ、巻き込まないでちょうだい。が、無礼なのはどっちだ。
拙者は切り捨て御免が認められている。この刀の錆にしてくれよ。何をわけのわからねえことを。刀を振り下ろす前に爆裂魔法をお見舞いし、ちょっと黙れ。すみません、この子にはよく言って聞かせておきますから、この場は何とぞご勘弁を。面目ねえ、面目ねえ。てやんでい、あんな無礼な男はぶちのめしてやればよかったってんだ。切られる寸前だったんだぞ。てかその口をやめろ。江戸弁の中二病なんて属性が多すぎてめまいがしてくる。はぁ、仕方ありませんね。周りの人たちがこういう話し方だったので真似してみたのですが、慣れないですし元に戻しましょう。ほんと危ないところだったわ。それでメグミンも気づいたらこの世界に来てたって感じなのかしら。はい、何がなんだかさっぱりです。ですがこの服はかっこいいので気に入っています。はいはい。となると次はダークネスか。どこで何してんだか。どいたどいた、オイランのお通りだよ。ほら、素敵な音楽を鳴らしながら綺麗な着物を着た人たちが通っていくわ。これから宴会なのかしら。この町ではよくある行事なのでしょうか。カズマ、あの真ん中にいるのって。お、あこのスバ。おいらん、ダクネスだゆうのおなーりー。わ違う、ダクネスだゆうで、アリス。カズマ、あそこにいるおいらんとやら、どう見てもムクつけき男たちの視線が、これからわっちは一体どうなるのでありんす。くーダークネス、お前そんなところで何やってんだ。カズマ、もしやわっちを指名したいと。こんなどことも知れぬ世界で手ごめにしようというのだろう。こんな格好で男を誘ってるんだろう。その誘いに乗ってやったんだから文句はないな。やめろカズマ、わっちは何も知らなかったのでアリス。そう言っても聞く耳を持たず飢えた獣のように。んなこと誰がするか。バカなこと言ってないでさっさと来い。お客さん、オイランに触られちゃ困りますよ。いや、客じゃないし。ごめんなし、わっちの知り合いでアリース、見逃しておくんなし。え、ダユ？そんなわけで、失礼！あ、ちょっと、おい！なるほど、ダクネスも気づいたらこの世界にいたと。そうだ、流されるままオイラン道中とやらに参加させられたのだが、カズマたちが来なかったらどうなっていたことか。お前ちょっと惜しいことをしたとか思ってるだろう。思っていない。そういえばダクネスはどこに連れて行かれようとしていたの。この町を治めている者のところと言っていたな。何でもとにかく評判の悪い男らしく、好き放題に年貢を取り立てて私腹を肥やしたり、気に入った女を無理やり手ごめにしたりするらしい。どこの世界にもそういうやつっているもんなんだな。ま、俺たちには関係ないか。カズマカズマ、それよりお腹が空きました。あそこの屋台で売ってる寿司とやらを食べようではないですか。いいわね、私もちょうどお腹が空いてきたところだったの。ここはどこなのかしら。みんな変な格好してるし、こんな街並みは初めて見るし。へい、いらっしゃい。お土産にかんざしなんてどうだい。かんざし？頭に飾るものみたいね。かわいい。嬢ちゃんかわいいから安くしとくよ。
友人への贈り物としても喜ばれるから、どうだい？友人に喜ばれる？あの、これください。むむ、そこの女子、ちょっとこっちを向くでござる。あ、はい、何でしょうか。この顔にこの体つき、きっと大官様も喜ぶに違いない。一緒に来てもらうでござるよ。ちょっと、何なんですか。やめてください。ん？なんか聞いたことある声が。誰か助けて。あ、ユンユンの声です。追いかけましょう。まったくあの子は。連れ去られた仲間を助けにお屋敷に忍び込むって、なんだか日本の時代劇みたいでワクワクするわね。静かに、様子を探って隙を見て助けに。ユンユン、どこですか。助けに来ましたよ。バカ、大声出すな。わざわざ潜伏スキルを使ってる意味が。くせ者だ。だー、やっぱこうなんのかよ。わしの屋敷に入ってくれたはどこのネズミだ。こいつはアルダープ。貴様らは運がないな。今日は凄腕の用心棒を雇ったばかり。先生、お願いします。心得た。アクアこのミツルギが成敗してくれよう。で、アクア様？あら、魔剣の人じゃない。私たちを敵に回そうっていうの？クセモノってアクア様のことなんですか？佐藤一馬、アクア様になんてことをさせてるんだ。お前こそ何雰囲気に流されて用心棒なんかホイホイ引き受けてるんだよ。カツラギ、ミツルギだ。おのれ、用心棒、クセモノと通じておったのか。者ども、出会え出会え。はっはっは、血湧き肉踊る混戦の始まりというわけですね。高まってきましたよ。カラスマ、はー、ベラメゴッドブラー！ギャー！アクア様、こちらもあらかた片付きました。バカな、こんなにあっさりと。おうおう、これに懲りたら妙な真似はよすんだな。たとえお天道様が見逃しても、このカズマさんが許さねえぜ。特に何もしていなかったのに、ちゃっかり決め台詞を。そんなことより、ユンユンはどこですか。あなたがさらってきたのでしょ。ユンユンだと。あの町娘のことか。それなら奥の座敷牢に。奥ですね。ユンユン、すぐ行きます。めぐみのやつ、口ではなんだかんだ言いつつもユンユンのこと心配してたんだな。お前たち、なかなかの腕前だったな。いくらでも出すから、わしの用心棒にならないか。な、金で私たちを好きにできると思ったら大間違いだぞ。このような格好をしていても誇り高き騎士だ。たとえ地下牢に入れられ日夜折檻されようとも、決して屈指はしない。なんか変な間があったな。ところで悪代官のおっさん、あんたがやりたい放題しているうちに民の不満がたまりにたまってるらしいぞ。え？知らなかったとはいえ、このような男に手を貸すなど、僕が責任を持って奉行所へ連れて行こう。観念したようね。よし、これにて一件落着。してないぞ。
まだ全員揃ってないし、それにこの悪代官に聞きたいこともある。聞きたいこと？この悪代官、私腹を肥やしてるって話だったろ。元の世界に戻れそうなものも持ってるんじゃないかと思ってさ。カズマにしてはいいこと思いつくじゃない。ねえ悪代官さん、最近不思議な巻物みたいなものを見なかった？そういえばおかしな世界に行けるという噂の桃色の妙な巻物があったような。あの時アイリス様が持っていたものと同じものか。今すぐ渡してもらおう。それは無理だ。なんですって？ねえ、もう一度この女神の拳を受けたいの？待て待て待て、これには理由があるんだ。実はすでに将軍様に献上してしまっていてな。あの巻物はそこから姫様の手に渡って大層喜んでいただけたという話だったが。クソめんどくせえ。けどまあ、これで帰る方法は分かったな。あとは残りの奴らを探すだけ。あの時にいた残りのメンバーはクリスとアイリス様か。アイリス？まさかお前たちが言っているアイリスとやらは金髪壁眼で大層可愛らしい少女のことか。知ってるのか？知ってるも何も。そこにある絵を見ろ。ねぎ、これって…あら、なかなかよく描けてるじゃない。でもね、私だって絵には自信があるんだから。んなことどうでもいいわ。この絵に描かれてるのどう見てもアイリスじゃねえか。やはりか。そのお方こそ将軍の娘アイリス姫である。このすば、気づいたら一人ぼっちだなんてあんまりだわ。みんなはどこにいるの？綺麗な髪飾りが売ってたわ。めぐみんに買っていってあげたら喜ぶかも。囲碁っていうゲームを教えてもらったわ。誰か一緒に遊んでくれないかしら。とっても賑やかな街よね。みんな親しみやすいし、ここならお友達ができるかも。提案でい！この街の言葉を真似してみたんだけど、どうかしら。悪代官っていう人が女の子をさらってるんだって。気をつけないと。見たことない街並みよね。私と同じような格好の人も多いし、お友達になれるかも。